最近スチーム版がラグい気がするのですが、気のせいでしょうか。特にゴールデンタイム、自分がラグいのかサーバーがラグいのか不安になってしまいます。これ2つあって、対戦中にラグいのはあなたのせい対戦中にラグいのはあなたか相手のせいです。で、対戦終了した後のなんかロードみたいなやつが遅いのはスチームのせいです。で、ただまあいや、そうだよな、その PS4 だろうとスチームだろうとスイッチだろうと、格闘ゲームは基本的にピア2ピアっていう、そのいわゆる自分のパソコンと相手のパソコンが、まあ、ある意味回線一本で繋がってるような状態なんですよ。まあ、一本ではないんだけどね。そこにそのサーバーみたいなのが経由していない。インターネットが右から左へ繋がっている感じ。パソコンとパソコンをケーブルでぶっ刺してる感じよ、ほんと。そういう状態。なんで、ラグい時は、そのぶっ刺してるケーブルが長すぎるか、ズタボロかの二択なんですね。あ、ごめんなさい。長すぎるか、ズタボロか、そのケーブルのをみんなが使いすぎてるか、その自分と相手だけを繋いでるはずなのに、ちょっと交通渋滞がね、起こっていて、いろんな人がその回線使ってると、ごちゃごちゃになってラグくなっちゃうっていう話ですね。まあ、ちょっと例え話にすると分かりにくいんですけど。で、正直ね、その長いこと格闘ゲームっていうかゲーム作ってますけど、ここ数年、ネットがマジでラグい。ここ数年、高校1、2年ぐらいはね、結構ラグいっすね。全体的に、その、プロバイダー、普通の個人の回線もそうだし、まあ、PSN、Steam とかのサーバーもそうだし、やっぱね、ネットワーク系が、負荷がちょっとはきついよなっていうのはかなり感じてはいますね。まあ、コロコロちゃんとかがあってね、まあ、いろんな事情があると思うんだけど、世界中のやっぱりトラフィック、まあその、ネットを使ってる人が増えちゃって、重いっていうのはあるのかなと思います。あとはまあね、単純に自宅でこう、家庭でね、みんなで YouTube 見るみたいなのがすごい増えてさ、リビングでお父さんが YouTube で、ひろゆき切り抜きを見て、謎の政治的な思考を得て、こう、なんだろうな、息子がさ、ヒカキン TV を見て、いや、わかんないけど、いや、そんな偏った家庭見たくないんだけど、まあなんか、で、みんなで YouTube とか見ると、まあ、YouTube とか動画なんで、高画質な動画ダウンロードすると結構負荷がかかるんだよな。これってもう、ね、数年前だとあんまり考えにくかったから、単純にやっぱ負担がかかってるよね。っていうのがあるのかなと思ったりするので、きついと。で、ちなみに、最近ちょっと Twitter でよく見るんだけど、最近ニューロが良くないよみたいな話あるじゃん。ニューロは数年前はむちゃくちゃいいってみんな言ってたくせに、最近はカスみたいな表現をする人がすごい増えていて、まあ、誠に遺憾だなと思うんですけど、みんな何も本質を理解していない。みんな何も本質は理解していないんですよ。あ、そう、まずそもそも、ニューロが全て悪いとか、そんなことは絶対起きなくて、人によっては、いや、未だにすごく快適って人も多いし、あ、てか、そういう人の方が多いと思う、正直。じゃあ何が良くないかっつうと、いや、まあこんな話してもしょうがないんだけど、同じ回線に人が集まったら重いんすよ。そんだけの話です。みんなに選ばれたらラグくなるっていう、ただそれだけなんですね。前、この、俺が、そうなんだ、引っ越した時に、その、プロバイダーガチャにとどまらず、プロバイダーガチャにのみならず、ね、あの、インターネット回線ガチャをしたって話、昔したことあると思うんですけど、回線ガチャね、1回あたり5万とかかかるからかなりきついんだけど、回線引いてダメだったら解約するっていうやつね、即日解約ですね。これかなりきついんだけど、その、結局、
回線引くまでいいかどうかわからんね。フレッツを引いてこれぐらい、au 光を引いてこれぐらい、ニューロを引いてこれぐらいで、その時のいい悪いっていうのは、まあ、回線の良し悪しももちろんあるんだけど、基本的にはあれなのよ、自分のその家の近くにフレッツを使っている人がどれぐらいいるんですか、 au を使っている人どれぐらいいるんですか、ニューロを使っている人どれぐらいいるんですかっていう話なのよ。もうあの高速道路の話と同じなのね。高速道路ってか道路の渋滞と同じ話で、道路の渋滞の同じ話で、空いてる道路は空いてんすよ、ね、新しくできた道路が空いてるって言ってみんな飛びついたら、新しい道路にみんな来てるから混んでんすよ。ただそれだけなんだマジで。だけどまあその細かいところを言うと、その道路の補正、あの整備とかが、例えばニューロだとちょっと違うよとか、au 光は実はこういうの使ってますよとか、フレッツはこういうサービス、こういうボーナスがあるよとか、細かい違いがあるんですけど、本質的には道路が混んでるから隣の道路使えやっていう、ただそれだけなんですね。だからニューロが混んでたら、あの違うところに変えりゃいいし、違うところに変えてもみんなが同じところに変えたら混むんですよ。でそれは回線もそうだし、プロバイダーもそうなのねっていう、本当ね、ただそれだけの話なんですね。で確かだけど、ニューロはあれでしょ、あれも言うてプロバイダーも選ぶじゃん。デフォルトはビッグローブだっけ、ニューロって。俺も一回ニューロ契約してるからなんとなく記憶があるんだけど、確かデフォルトビッグローブだよね。違ったっけ、それは au 光か、ソネットか、ごめんソネットだ、ソネットとかだと思うんだけど、でソネットが混んでる可能性もあるんですよ。まずだから最初にやるべきは、混んでたらソネットを違うやつにする。確かニューロ光も変えれるよね、確かソネット以外できない、もしかして。できなかったらもうこの世の終わりなんだけど、なんかできるんじゃないかな。でそれを変えてみる、で変えて、あできない、じゃあ終わりだわ、この世の終わりですね、さようなら、はい、おしまいです。じゃあ回線変えましょう。回線変えたらなんとかなるかもしれん、なんともならんかもしれん。よくねインターネットで見ますよ、おすすめのプロバイダー教えてください、おすすめの早い回線教えてください。それが分かったら苦労しねえんだよ、残念ながらね。それはね、分からないんですね。なぜ分からないかというと、あなたの家の近くの道路の混雑状況はあなたにしか分からないからですね。あの本当そういうレベルの話なんだよな、インターネットのラグって。なかなかこの話ってみんな理解してないというか、しづらいと思うんですけど、まあすごい端折って話してるから正確にはいろいろ違うんですけど、まあそんな感じですので、まあとりあえずね、Steam がラグいってあった時で、対戦中重いんだったら、まあ自分ちの回線がちょっと良くない可能性がある。でそういう時はプロバイダーを変えてみると良くなる可能性が結構高いね。で戦績の送信とかが重い、ランキング表示が遅いとかだったら、それサーバーが悪いんで、スチーム版が悪い可能性は結構あるわね。はい、そんな感じです。お便りいただきありがとうございます。